どうもお疲れ様です。ナミさん、メッセージの方ありがとうございます。今回ね、 FX についてちょっとお話したいと思います。私の運営する FX 専門のコミュニティ、 FX オリガルヒなんですけども、おかげさまで1年を過ぎましてね、昨日なんですけども、7月25日の21時から夏季講習をやることになりました。で、夏季講習は90分私がね喋りっぱなしで終わったんですけども、いや、それこそね1分たりとも黙ることがなく FX のことをずっとお話しました。で、内容としてはこの1年間私にいただけた相談の中で、久保さんからいただいたこのメッセージで自分は切り替わって利益を出すことができましたとかね、なるほど、難しいものがこんなに簡単に理解できるようになりましたみたいなところを集めた90分になりました。で、まだまだね話は尽きなかったんですけども、今回第1回の夏季講習ということで一旦終了にさせていただいてですね、まあ、皆さんからちょっと軽い感想をすでにいただいてるんでね、それをちょっと紹介したいと思うんですよ。まあ大体ね、 FX オリガルヒの中で今まで FX をやったことがなかった方、やったことがあったんだけども挫折してしまった方が主に参加されております。その中で現在半数以上の方がね、半数以上の方がっていうとなんか多そうでしょ実際はね30名弱在籍されてる中で16名の方が明確にプラスになったというふうにメッセージをいただいております。だから半数以上の方でしょ、だからね6割ぐらいの方が勝ち越してるわけなんですよ。最も多いのが毎月毎月3万とか5万が取り出せていますって形ですね。3万円の人もいれば5万円の人もいて、4万円の人もいて、3万5千円の人もいてっていう感じでバラバラなんですけども、まあでも私がねまずたどり着いていただきたい毎月3万から5万という領域には半分の方がいったかなってところですね。なんで3万から5万かっていうと、それぞれ皆さん元金がそんなにないからなんですよ。まあですんでね、20万とか30万で生み出せる毎月の利益っていうのは大体3万とか5万になってくるんですよね。で、これが100万とか200万を FX の世界に投じれる方でしたら、もうこれはね生活費が取り出せるぐらいのレベルになってます。ただ額面通りにいかないのは、大きな金額を運用すると思ってね、しようと思ったら大きな金額を運用できる精神力が必要になってくるんですよ。で、今までは1000円2000円で感じたものがね、1エントリーにつき3000円とか5000円になってくるわけですから、やっぱりね結構重いわけなんですよね。まあですんで、金額の少ない時にできていたことができなくなるってことが起きてきます。ですんで精神力がやっぱり最後はものを言うのかなと。基礎知識、技術、その上に精神力、この3つの組み合わせで FX はできていると思います。まあその中でもぶっ飛んだ人っていうのがいるもんでね、やっぱりこう年収が何千万とかね、まあ最高で2800万の女性の方がいらっしゃるんですけども、この方は私がみっちりコンサルを1年間やりましたんで、ね、1年というか合計で4年目になるわけですけども、まあだからまあこのぐらい出てもしょうがないかなと思うところではあるんですけども、まあでもそこまでいかなくてもね、年間で150万という方と200万という方はすでに生まれましたんで、まあ、この方はね非常にやってくれたなっていうところです。あとね、先ほどメッセージいただいたんですけども、先月も60回トレードして月収で100万円を超えましたみたいな報告もいただきましたね。60回トレードすると大体100万以上にはなりますね。逆に言うと100万以上稼ごうと思うと元金の満台もあるんですけども、トレードの回数はそこそこ多くなるんですよ。まあ60回というとね1週間に15トレードですからね。そうなってくるとほとんど専業のペースですよ。これは15回っていうと私もねそこまではいかないですからね。私の場合はだから週間トレードやってるんでヘッジできるところがありますけども、1時間でトレードするんだったらやっぱり15回ぐらいのトレードをしないと100万いかないかなってところですね。まあこういうふうにしてどのぐらいの行動量でどのぐらいの結果が出るのかってことも測ることができるわけなんですけども、まあそれもね何もかも私も7年間やってますんでね。しかもこの1年間 FX オリガルヒで実際に私がね教育動画上げてますけども、なんとその数1500本ですよ。だから少なくとも私は年間で1500トレードしてるんですよねお見せするような動画にするレベルでも1500なんで、いやよくやったなと思いますよそれは、だからねこの7年間でまあずっとですよ、ずっと1000トレードくらいしてるんでしょうねきっと。まあでもまだ1万トレードにはいってないと思いますけども、でもトレードの回数も私1万回ぐらいですね。そう考えてみたらデモトレードの時期から考えてもね、だからやっぱり1万っていうものが全ての分岐点になるんではなかろうかっていうところです。私も1万回トレードを迎えたらね、また別の進化スーパーサイヤ人になるんじゃないかなと、羽でも生えてくるんじゃないかなって気がしますけども、この生活のペースを壊さないためにも私はね FX はそこそこに抑えていきたいかなっていうところがあります。まあ目指すものとしてはこのね9年10年ぐらいでもしかして FX のね専門学校みたいなものができるとしたらいいなっていう、まあそんなね薄い願望を持ってるかなっていうところです。さあ1万という数に対してナミさんはどんなテーマをね
想起させるでしょうか、どういうふうにお思いでしょうか。もしね、1万っていうキーワードについて何かねお話がありましたらいただければ幸いでございます。それではお疲れ様です。